できた。こんばんは、野田陛下です。どうも最近ね、ライブをね、配信するよってなったらずっとぐるぐるライブ配信マークになってね、配信されないことがあって、ちょっとリンクをね、何回か変えちゃってすいません。はい、最近、SNS に顔を全然出せてないんですけど、1月に入ってから、ほぼね、毎日出かけてるんですよ。なんかもう、新年会とかもあるけど、なんか仕事とかもあったり、もちろん普通にプライベートの遊びの予定とかもあるんだけど、なんかね、19日ぐらいまで、ほぼ毎日予定が入っているっていう、ちょっとわけのわかんないことになってます。はい。でもね、それだけ、まあ、でもそれでも結構ビジネス関係が予定が多くって、結構ね、こう、まあ、いろんな人に会うんだけど、今年になって普通に、本当に今年初めましてっていう人にも割と会っているなって思うんですよね。新年早々いろんな人にね、お会いできてるの嬉しくって、いろいろね、こう作業が、自分の計画通りに進んでいないこともあるんですけど、まあ、人とね、会う機会、そういうタイミングなのかなっていうふうにね、ちょっとこう、交流のね、時間を楽しんでいるっていう最近の私のお出かけ事情なんですけれども、はい。ですね、いろんな人に会いすぎて、私のメモがね、いっぱいいっぱいで何を伝えようかなっていう中で、昨日ね、薬剤師の女性の方とね、めちゃめちゃ話が盛り上がって、で、こう女性のやっぱりね、生き方について、結局、たどり着く人が多いなと思ったので、ちょっとその話をね、まあ、シェアしようかなって思うのと、まあ、私自身の考えも結構ね、そこを大事にしているなっていうのもあるので、お話ししようかなって思うんですけど、これはこう、なんだろう、働き方を考えるっていう点では、すごい非常に大事だと思うんですよね。で、昨日私会ってたの、夜、バタさんこんばんは、嬉しい昨日ね、結婚相談所をやってる薬剤師の女性。で、その方も私と同じで、今は薬剤師として働いてない女性なんですよ。で、薬剤師やりながら副業兼、考えてるとか、ちょっとやってるっていう人は、何人かね、去年からお会いするようになったんですけど、完全に薬剤師辞めてるって人は私以外にはその人が初で、で、まあ、結婚相談所っていうのをね、やってたんですけど、まあ、去年ちょっと、入院とか、をする中で、その彼女が、やっぱりね、女性の、こう、生き方というか、こう、女性に寄り添う仕事がしたいというふうに、昨日ちょっといろいろ相談を受けまして、どんな相談だったかというか、どんなことをやりたいって言われたかっていうと、なんだろう、そうそう、女性、まだまだ日本って、やっぱりこう、女性というか、性に対する考え方が閉鎖的というか、この病気に対して、もっと、こう、なんだろう、女性ホルモンの働きがどうなるのかとか、あとは婦人科系の疾患に向き合う、生理痛に向き合うって、低用量ピルとかにもこう向き合うっていう、もっとそれをオープンにというか、その相談をね、しやすい場所を作りたいっていう風な話をもらったんですよ。で、婦人科疾患って本当に、まだまだオープンに話せないのが日本だと思うんですよ。で、これは私薬剤師をしているとものすごい感じるんですね。なんでかっていうと、大きい、大学病院の前の薬局も勤めたことがあるので、その時にすごい、こう、感じたんですけど、風邪薬とか、あと普通にね、整形とか、そういう時は、糖尿病の薬とかね、すごいおじいちゃんおばあちゃんとかと、最近どうとかってお話を聞くんだけれども、婦人科の、しかも乳腺外来とか、そういうこう、女性科系の婦人科外来の時って、やっぱりこう、乳がんの薬が出たりだとか、低用量ピルが出たりだとか、こう女性ホルモンのね、エストロゲンのこう、薬が出たりだとか、いろんなこう、婦人科系のお薬が出るんですけども、そういう時って、もう暗黙の了解というか、暗黙のルールで、こう、どうして今日は病院にかかったんですかとか、今日はこのお薬飲んで体調どうですかっていう、詳しい話とかやり取りをしないんですよ、もうほとんど。で、なんか、ちょっとこっちが声かけても、あ、はい、大丈夫です、みたいな感じで、もう詳しく聞かないでくださいというか、なんか、この場で、まあ、薬局ってね、結構完全に個別じゃないですから、周りに人もいるので、あまりこういうところで話したくありませんっていう、そういうね、空気感がもう、患者さんの方にもあるし、こちらももうそういう対応するもんだから、今日このお薬で間違いないですよねとか言って、こう、お薬の名前もはっきり言わないで、はい、飲み方わかりますか大丈夫ですか質問ありませんかとか、なんかもう本当に最低限の確認だけ聞いて渡すんですね。
でも、やっぱりこう乳がん治療の後、それこそ放射線治療の後に出るお薬だとか、低用量ピルでこういろんなね、こう自分のホルモンバランスを整えたりとか、で低用量ピルが合わなかったり、その副作用とか、こう質問とか本当は全てわかる人なんていないと思うんですよ、そうそう。でも絶対にそういうやり取りが行われないというか、やっぱりまだまだ閉鎖的で、その女性はね、もっとそういう相談がしやすい環境。やっぱ女性は日本だとちょっとね、あまりビジネス関係なくて結構女性の話になっちゃうと思うんですけど、こう、生理痛とかが重くても、低用量ピルとかこうお薬飲まない人が日本は多いと思うんですよね。なんかもう本当に最終手段というか、あんまり飲んじゃいけないものっていう認識がまだまだあると思うんですよ。うん。なんかね、避妊のためのお薬っていう風に認知してる人もいて、いや違うからみたいな。本当にね、低用量ピルっていうのが恥ずかしいものとか、こう、ちょっと悪いものとか、あんまり飲まない方がいいとか、こう、あとはちょっとなんかこうね、本当の本当の本当の一部で死亡例とかもあったりするもんですから、リスクがあるからダメだってやっぱり親から言われてるっていう人もいたりして、やっぱりね、まだまだ抵抗が大きいっていうところなんですよね。で、それでも婦人科の、こう、なんだろうな、向き合い方って、そういう東洋、西洋のお薬以外に、まあ、東洋のお薬、それこそ漢方とかで、いろいろ対応ができたりするし、私もこう、自分がね、女性の生き方っていうのを、ライフデザイン講座っていうのを学んで、薬膳だとか、アロマだとか、そういうものでもね、いろいろこう、自分のバランスっていうのをね、整えられるんだっていうのを学んだので、まあ、そういうところを入り口にね、まあ、そういうこう、なかなかこう、なんだろうな、今、女性がこう、オープンに向き合いにくい、そういうこう、婦人科系の疾患の発信というか、まあそういうなんかこう、なんだろう、治療じゃないけど、こう、向き合える環境、マネーリテラシーとかもそうなんですけど、ね、一緒にマネーリテラシーの発信をしている大西さんも常々言うのが、お金の相談が日本は非常にしづらくて、相談する場所がないっていうことなんですよ。保険の窓口しか思いつかないじゃないですか。でもなんか保険の窓口行くと、なんか保険売られる、なんか金融商品売られるからいけないみたいな感じで、単純にお金の相談する場所がない。だそれを自分が作りたいっていうのが大西さんが常日頃言ってることなんですね。で、まさにその女性の方も言ってたのが、そういうふうにこう女性のホルモンとか、こう婦人科系の疾患について相談できる場所が作りたいっていうふうにやっぱり語っていて、やっぱりこう、そういう場所が必要だなっていう、何かこう自分も今後ね、今すぐっていう、もちろんこう、いろいろじゃあこれやろう、あれやろうとか、まず薬剤師の集まりから作ろうとか、いろんな話が盛り上がったんですけど、なんかこう自分がやっぱりこう、薬剤師という資格を持ちながらこう、ビジネスやるっていうことで、なんかもっとね、こう、本当に私は医療の発信が常々したいと思ってるので、何かこうお手伝いできればいいなっていう話で盛り上がりながら、ちょっと本題に行きますね。ついつい突っかかっちゃった。女性のね、働き方っていうところにも、そもそもじゃあ、その後ね、話がつながっていって、よくあるじゃないですか。なんで仕事を、産休まで仕事を続けるとか、育休まで仕事を続けるっていう風な、これはね、こう、やっぱりこう、私たちの、こう、女性に多いんですよね。で、薬剤師、ドラッグストアでもやっぱりそういうことがよくあって、女性社会なので、意外と、うん。産休をね、取るまで働くとか、結構お腹が大きいんだけど、産休ね、ここまで行ったらこうだから、みたいな。あと3年、あとこれぐらい働いたら、産休と育休と、あと退職金かなが出るから、それまで働くんだ、みたいな。なんか本当にそういう話っていうのは全然珍しくないというか、なんか、あ、だよね、みたいな、こうなんかこう、超ノーマルな一般的な、もう話のような感じに、あ、本当、おばたさん、嬉しい。こんな長い前置きあるかって感じではね、なんかメインの話の方が多分私、薄っぺらくなる傾向あるなって最近思う。もう、そういう話ってよくあると思うんですよ。先産休取った、産休取って、育休取って辞める、みたいな感じで。でもこれってまあ企業側もなんとなく分かってることだけども、やっぱそうしないと、女性社会において、ね、女性が少ない会社だったらまだいいですけど、やっぱ薬剤師とか、女性が多い職種ってあるじゃないですか。やっぱそういうとこ整えてないと女性って来ないから、やっぱそういう制度ってあるんですけども、そもそもですよ。そもそもじゃあその産休とか育休とか、あとはその3年間分ぐらいのその程度の退職金をもらうためにそのためだけに働くのってどうなんだっていう話でねあったんですよ。でこれって一般的な考え方じゃないんだろうなと思うんですよ。私たちみたいに、私とその女性が、こう、起業というか、そのビジネスというか、自分でね、お金を稼ぐっていう働き方をしているからこそ、それについてちょっと疑問を抱くのであって、普通は、いや、もらえるものはもらう人とか、
まあせっかくだからそこまで働くでしょうで、そこでそれ以上も疑問は持たないと思うんですけども、でもビジネスやってると分かると思うんですけど、1ヶ月ですごい変化が起きるし、それこそ1年でものすごい変化も起きる。でも半年でもあれば、いろんな下準備ができたり、本当にもうどこでスイッチが入ったり、どこでチャンスが降ってきて、どこで人生が変わるか分からないですよね。で、そういうのをもう知っていると、とりあえず、ただ目的もなく、産休をもらうためだけに働くっていうのって、そこについてもっと女性は、こう、考えるべきだっていうね、話をしていて、だったらもうスパンって、やめた方がいろんなことができる。で、なんでかっていうと、その産休、育休もらえるの大事だと思うし、確かに保険料とかね、やっぱりこう、まあ、フリーとかになってわかりますけど、やっぱ会社勤めてると、社保に入れたりするし、いろんなことが確かに会社が負担してくれてるから、出費っていうのは、少なくなると思います。なると思うけど、やっぱこうね、お金に換えられない時間があるよね、というか、そこで思考停止して働くのって、超もったいない。だって産休休とか大体取るの、まあまあ晩婚化が進んでいるというえ、やっぱりまだまだこの20後半だとか、あと30前半、結局まだ全然働ける。何でもこう、全然違うよね。1ヶ月でも変わるじゃん。そう。なんかだから、で、しかもさ、例えばだよ、育休の間にもお金がまあもらえるじゃん。で、もらえるけど、大体こう3分の2かな。ちょっと私も忘れちゃった。なんか、うちもね、ドラッグストア勤めてる時なんだっけな、育休産休中はなんか3分の2だか3分の1だか、お給料もらえるんだよね。もらえるけど、そんな大きい額なのっていう。例えばよ、育休中1000万、毎月1000万もらえますだったら、いやいや、じゃあ頑張ろうって思うけど、自分ちょっと初任給とか良かったけど、まあ、例えば手取りがね、もともと普通にさ、20万ないぐらいって OL さんが結構たくさんいるって、3分の2か。ね、例えば、なんか私がね、こうよくビジネス系の発信だとさ、月収18万とか16万とか15万の OL がみたいなあるじゃない？じゃあさ、月収じゃ世の中の若い OL さんが、月収が20万ぐらいだったとしよう、ちょっとよくわかんないから。20万ぐらいだったとして、それの3分の2をもらうために、そんなそこの会社頑張んのっていう。なんか、もっとできるじゃんみたいな。なんかこう、もっとじゃあその産休中にどうしようとか、この子供が生まれた後の準備をする、すごいなんか大事な時間なんじゃないかなとか、ちょっと子供いないですけど、いないから完全に想像の発言ですけれども、なんかもっともっと、その3分の2の起きるためにその時間って使うべきなのというか、なんか、その若い時間というか、で、その後もね、こう育休を取ったりするけれども、もっとこういろんなことができるじゃんというか、そこの時間をただひたすらそのためにこう、ね、その会社が好きなら全然問題ないですよ。でもなんかこう、やめるけど、とりあえずそのために続けるみたいな。なんかね、そこは、もっともっと女性自身が問題意識を持った方がいいなと思うところと、そういうところを変えていかないと、結局なんか、女性がその考え方のまんまだと、結局女性は仕事を辞めるしなって日本ではまだまだ思われたりだとか、やっぱり、どうしてもやっぱりこう、会社の中で男性優位なものっていうのが、ね、私はそういうとこにまだ出くわしたことはないんですけれども、やっぱ SE やってる女性の友達の話とか聞くと、やっぱりどうしても出世は男性の方がしやすかったりっていう、そういう話も未だにこう聞くんで、実際もっともっと、本当にね、私一般的な社会人生活というその会社を知らないですけれども、まだまだそういうのがあるんだろうなっていうふうにはね、感じたりもするので、本当にその産休のお給料というか、そのために働くことが、あなた自身に、一番必要なのかというか、そこが一番守らなきゃいけないところなのかっていうのをね、もっとなんかこう、考えてほしいなというふうに思いました。なんかね、本当にそういうところから少しずつ女性の働き方というか、向き合い方というか、なんかだから本当にね、女性にこそビジネスをやってほしいなっていうところにつながるなっていうふうに、本当思いました。いや、本当に、なんかやっぱそういういろんな話をするね、楽しいですね。久しぶりにそういう話をしてめちゃめちゃ盛り上がって、もう薬剤師同士だから、起業してる薬剤師同士だから、死ぬほど話がもう、すべての話が盛り上がるもんですから、もうなんかビジネスの話もするし、薬学の話もするし、医療の話もするし、なんなら恋愛の話もするし、もう大変なことになっちゃったんですけど、そんな感じでね、今年もこう、まあ、やっぱりこう自分のビジネスっていうところについての考え方に、今日ね、会った方とは、
あの今日ものすごいこうマーケターといろいろ会ってきたんですけど、まあ、今日はねゴリゴリお金の話、めちゃめちゃお金の話をしてきたんですけれども、まあ、お金の話もしつつ、やっぱり女性としての生き方の話、生き方っていうのもやっぱり私にとっては大事な軸なので、そういうところも大事にしつつ、うん、でもこうどこかゴールには医療を持っていきたいなっていう気持ちを持ってね、やっていきたいなっていうふうに思います。明日もね、ちょっとまた、お仕事で出かけてきますみたいな予定で、明日はお仕事で、明後日はね、友達と久しぶりにアフタヌーンティーだ。アフタヌーンに行く、かつ母の誕生日を祝うってね、イベントがもりもり盛りだくさんです。はい。ということで、今日のワンポイントアドバイスを最後して終わろうかなと思います。今日のワンポイントアドバイスなんですけれども、ももさん、いつも質問ありがとうございます。はい。今日はお薬の内容なんですね。かかとがガサガサになった時にどんなクリームがいいですかっていうご質問をいただいたので、それにお答えしようかなと思います。で、まあ、ガサガサ、まあ、かかと問わずガサガサになった時の対処法なんですけれども、まあ、さっきね私調べたら市販薬にもありまして、こう結構ねガサガサ対策って、ね、こうクリームいろいろあるんですけど、まあ、一般的というか一番大体最初に勧めるのは尿素が入っているクリームがいいかなと思います。尿素クリームって、処方箋でもあるんですけども、市販薬ではね、さっきね、なんだっけな、ケラチナミンだったかな?ケラチナミンコア 20% 尿素配合クリームっていうのが、コアから出てたりして、別にこれコアとかのこれじゃなくてもいいんですけど、尿素クリーム、尿素っていう成分が、そのガサガサをね、取ってくれますので、ドラッグストアに行って、まあ、もう尿素成分が入ってるやつだったら、多分尿素って書いてあるやつは多分ガサガサに効くって、市販のものだったら、ほぼほぼ書いてあると思いますので、ぜひ尿素クリームをね、塗って試してみてください。あとはその後のガサガサ気になるようだったら、単純にガサガサでね、赤切れちゃって痛いっていう人は尿素クリーム塗った後、市販ではワセリンって名前あるかな、なんかこうワセリンみたいな結構ベタベタしたお薬をその上からかぶせてあげると保護になっていいかなというふうに思います。では今日はワンポイントっぽくなりましたね。いつも全然ワンポイントじゃなくて、なんかもうワン段落、なんかこうこう一つこう段落読むみたいなぐらいのアドバイスになるんですけど、というわけで、かかととかのこうガサガサには、ぜひ、尿素クリームを使ってみてください。尿素配合とか市販のお薬によく書いてありますので、はい。今日の YouTube ライブ、この時間にもかかわらず、そして、多分前置きの方が長かったですね、いろんな。ぜひ前置きも楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。